この2000年代ストリートとヒップホップを語るチャンネルでは SNS をやってまして、インスタグラムをやってるんですけれども、最近はアーカイブという形で過去の雑誌のですね、切り抜きを上げたりしてストーリーに載せてるので、よかったらチェックしていただけると嬉しいです。あとはツイッターもやっています。引き続きこちらもフォローいただけると嬉しいです。ツイッターでは結構痛いことつぶやいてます。申し訳ございません。で、今回のタイトルなんですけれども、買いたいと思うアイテムという形で、自分が買いたいと思ってるアイテムだとか、使いやすいアイテム、これいけるっていうアイテムをご紹介していくっていう動画になってます。本題に入る前に、いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。コメントをいただいている方とか、あとメッセージいただいている方とか、嬉しいです。ありがとうございます。非常に励みになってます。もしよかったら、些細なことでもいいので、よかったらコメントなどいただけると幸いです。はい。で、今回のこの買いだと思うアイテム、使えると思うアイテムっていうことなんですけれども、もう個人的主観でですね、もう本当に僕の勝手な主観でこれいいだろうっていうアイテムを述べていくだけになりますんで、ご了承ください。で、注意事項なんですけれども、あくまで個人的見解になりますと。で、私専門家でも有識者でもなく、ストリートをなんかこうだとか、ストリートはこうでなくちゃダメとか、なんかそういうことを言うような専門家ではないので、なので参考程度にご覧くださいという形でございます。あとは新作アイテムを紹介するっていう内容でもないので、そこもご了承いただければと思います。なので過去に出たアイテムとか、クラシックなアイテムとかも出していこうと思いますし、新作も出しますけれども、特に分け隔てなくいいものを紹介するっていう内容になっています。で、最初なんですけれども、買いだと思うアイテムその1ということで、プロパーの BDU トラウザーというところでしょうか。これは実はもう私持ってるんですけれども、持ってるって言ってもプロパーのものじゃないので、本当はプロパーのものが欲しいんですが、似たような形の1本持ってます。で、プロパーはかなりこれいいと思います。この形めちゃくちゃ使いやすいですね。この形は1本持っておくと本当に重宝するんじゃないかというふうに思っていて、いろんなスタイルに合わせられるんじゃないかと思います。 90s のスタイルもいけるし、別に現行のスタイルに合わせてもアイテム次第では全然いけますし、あとはストリートっぽい格好じゃなくても、 B-boy な格好ではなくても、普通の普段着としても使えるんで、本当に幅広く使えるんで、これは本当に1本買っておくのをおすすめします。別に私もそうなんですけど、プロッパーじゃないものを使ってるんですけれども、別にプロッパーじゃなくてもいいと思いますよ。この形だったらロスコだとちょっと太すぎるんですけれども、たまになんかプロッパーと同じような形でもっと安い値段でなんかノーブラで出てる時もあるんで、そういうのを買ってもいいんじゃないかというふうに思っています。で、色はやっぱりブラックかネイビーというところで、この2択でございます。自分の中ではブラックは本当に1本持っといて損なく、ネイビーも本当に何のスタイルにも合わせられるということで、やっぱこのブラックとネイビーは本当におすすめです。ティンバーランドフィールドブーツとの相性もやっぱり抜群で、もうこのパンツにティンバーフィールド履いたら外さないでしょうというふうに個人的には思っています。人それぞれだとは思うんですけれども、結構これかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。あくまで個人的意見です。はい。で、次なんですけれども、次のアイテムが買いだと思うアイテムその2ということで、ナイキクラブフリースプルオーバーフーディーというところでご紹介していきたいと思います。これもかなり買いなんじゃないかなというふうに思います。これは私持ってないので1着欲しいなというふうに思ってるんですけども、やっぱりナイキのフーディーというところがポイントが高くて、で、ワンポイントのこのロゴっていうところ、ロゴがデカデカとしてるんじゃなくて、さりげないこういうワンポイントで入ってるぐらいがいいんじゃないかなというふうに思います。チャンピオンのパーカーもそうですけど、やっぱ胸元に1個入ってるだけでいいと、サイクロゴとかなくてもいいぐらいなんですけれども、このワンポイントでナイキ、これ素晴らしいですね。これもグローアラウンドさんで空張りで売ってますね。以前にグローアラウンドのお台場店に行ったことがあるんですけれども、そこで結構空張りで豊富にラインナップされていて、すごいかっこいいなというふうに思いました。で、これは写真緑ですけれども、他にもバーガンディだったり、ブルーだったり、オレンジだったり、ブラックだったり、グレーだったり、本当にいろいろな種類のカラーリングがあるんで、これは持っておいて損ないんじゃないかなというふうに思います。個人的にはやっぱブラックとかレッドとか、このグリーンとかも本当にかっこいいなというふうに考えています。で、このフーディー自体は形がベーシックなので、やっぱりその空張りで持っといて本当に損ないなと。結構フーディーも物によっては形良くなかったりするものとか、ペラペラなものもあったりするんですけども、このナイキのフーディーはベーシックで使いやすい形なんではないかなというふうに考えております。
以前に理想的なフーディーという動画を作ったんですけれども、ここでは個人的にフーディーはやっぱこうあるべきというか、こうあってほしいなというのを個人的見解で述べてるんで、よかったらこちらもご覧いただけると嬉しいです。あくまで個人的見解です。僕は専門家ではございませんので、はい、達者なことは言えませんが、個人的に思っていることを述べた動画となっております。はい、で次ですね、買いだと思うアイテムその3ということで、ニューバランスですね。ニューバランスの ML574BA2 というところでございます。これはもうこのスティールグレーは間違いないと思います。私これまだ変えてないんですけれども、1300のスティールグレーを持っているんですが、本当にこの色マジで神色というか神がかった色ですね。何でも合うと。ヤンキースのネイビーとかの色とも相性バッチリですし、本当にこれストリートライクな服装もそうですし、一般的な普通な格好してもかっこいいですし、超万能アイテムだと思います。でこの574のスティールグレーはヒストリカルパックでしたっけ、なんかそんな感じの名前で発売されてるんですけれども、やっぱこのスティールグレーが一番人気で、結構今完売しているお店も目立ってきてますんで、サイズがあるんであれば即買いしといた方がいいんじゃないでしょうかと思います。で価格も1万1000円とかそんな感じの値段なので、買いやすいというところで個人的にはおすすめの一足なのではないかというふうに考えております。あとはネイビーも渋いですね。アパートメントのショップの方はネイビーを押していましたね。ネイビーも個人的にやばいっす。このネイビーかスティールグレーの2択になってくるかと思うんですけども、そこら辺はもう好みの問題なんじゃないでしょうかというところです。個人的にはスティールグレーですけれども、まあ、2足欲しいなというところですね。お金があるんだったら2足欲しいと。ネイビーはまだ割とサイズが残ってる店が多いと思うんで、ここら辺は大丈夫なんじゃないかというふうに思います。で、M574 なんですけれども、2000年初頭にめちゃくちゃムーブメントがあったと思うんですけれども、あのムーブメントがまたやってくるのかどうかっていうところが楽しみですね。ノリエガとかも574愛用してましたし、国内では2005年ぐらいに574ブーム来て、やっぱ海外とかの買い付けで取り入れてるセレクトショップとかも多かったんで、また15年の時を経て574来るのかなっていうところはちょっと楽しみです。で次です、買いだと思うアイテムその4ということで、ザラから出てるテクニクスフーディーですね。これザラからまさかテクニクスとのコラボしてるなんてまして分かんなかったんですけれども、ツイッターで上げてる方がいて、マジかと思って見に行ったら、マジでテクニクスとザラがまさかのコラボっていう。正直ザラなんでどうなんだろうなっていうふうに思うんですけれども、ちょっと私もまだ現物は見れてないんですが、写真見る限り結構気になってます。普段ザラとか本当に行かないんですよね。多分ザラ普段行くっていう人はこの動画をご覧いただいてる方は多分なかなかいないんじゃないかというふうに思うんですけれども、ちょっと気になりますね。このアイテムは見に行きたいと思います。でこのジャケットもパフジャケットもこれかなりいいですね。グリーンの色合いが結構かっこいいですね。合わせやすそうですね、この色だったら。あとはキャップも出てますね。キャップも3000円ぐらいだったと思うんですけれども、いいですね、このツバ曲がってる感じが気になります。でこれソックスも出てますね。ソックスはなんか結構売れてるみたいで、なかなか在庫がないみたいです。はい、まさかザラとテクニクスがっていうところ、どこに接点があるのかちょっとわかんないんですけど、やっぱテクニクスってだけで響くっすよね、これは本当に。ちなみに僕はターンテーブルテクニクスじゃなくてスタントンというあれなんですけど、やっぱテクニクスのマークシリーズが欲しいですね。はい、そういったところでございます。まあ、今回はですね、個人的にいいなと思うアイテムを紹介していったんですけれども、またタイミングを見てですね、いいアイテムあれば個人的な主観になるんですけれども、ご紹介していこうと思います。もしちょっとこういうの続けてほしいっていうんであれば、コメントとかもいただけると幸いです。他にも動画作ってまして、人気ストリートブランド総まとめっていう動画ですとか、スタイル別ストリートブランドを紹介した動画も作ってます。あとは昔の人気ストリートブランドということで、ナイトレッド、スワッカ、バックチャネル、あとシプリーム、ヘクティク、ナイトローについても動画作ってるんで、よかったらご覧いただけると嬉しいです。痛い動画で SNS でつけてたらやばい、ハッシュタグ5000という動画も作ってるんで、こちらもチェックお願いします。ということでですね、他にもいろいろ今後とも動画作っていこうと思いますんで、ぜひチャンネル登録してチェックしていただければ幸いです。これからもよろしくお願いします。今回の動画は以上です。